皆さんこんこにちはエビトです今回は ArcBox 3.0というものがですね新しく出ておりますのでそちらを体験していきたいと思います私も勉強しながらやるのでその様子を動画に撮ってるという感じになります ArcBox 3.0は Azure Arc というですね Azure のハイブリッドを司るアダプティブクラウドのそのキーとなるやつですねそれに Azure Arc なんとかっていうのがいっぱいあるんですけどそれを使って Azure のハイブリッドの環境を作れますよっていうものをですねどんなことができるのか それを簡単に体験できるようなサンドボックス環境ですよということになります。でそれが3.0にバージョンアップして自衛しましたよということなので、それを見ていきたいと思います。Azure 上に自動的に展開できるような素敵な自動化のプロセス、その中身も興味がありますし、もちろん Azure Hybrid でどんな管理ができるのかということも興味があります。そういうことでですね、はい、同じように興味がある方は、ぜひこの動画、シリーズですね、見ていただくと、どんなことができるのかっていうこですね。 あの私が体験していきますのでそれを一緒に見て体験いただければいいんじゃないかなと理解できるんじゃないかなというふうに思っておりますというわけで眉毛がなくなりましたすいませんではブログをですねチェックするところからやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますその後に実際の展開とかやっていきます是非チャンネル登録して次の動画を含めてですねシリーズで見ていただけると嬉しいですでは本編いきましょうどうぞはいではこちらアークボックス3.0の告知のアナウンスのブログ記事になってますね 公開されたのは2024年の8月19日です。ArcBox 3.0の GA しましたよっていうことがアナウンスされておりまして、ね、最初に登場したのは2021年。まあ、結構ね、歴史出てきましたねで。簡単にデプロイされて、そしていろんなね、IT プロとかデータオプスのチーム、e ブ o p スのチーム、そういうところに、ね、Azure Arc 関連の、Azure Arc を有効化した環境がどんなふうにこう、ね、管理できるのか、運用できるのか。 みたいなこと。そういうことが体感できるものになっているということですね。で、個人的にはどんな感じでこうね、自動化してデプロイできるのかみたいなところが私としては一番面白かったりするわけですが、そういうところも含めてですね、オープンソースになってますので、はい、ジャムパックとリリースということで、ちょっとね、このジャムパックっていう表現、私によく分かりませんが、なんかいろいろといっぱい入っているぞみたいな感じなんでしょうか。で、いくつかのビッグストペインなのでね、最もこう、痛いポイントみたいなところにこう対処するリリースですよというふうに言ってますね。 簡単にデプロイできるということ。まあ、安定してデプロイできる。で、セキュアであるということ。で、トラブルシューティングもやりやすいということ。で、フットプリンターのここの文脈ではコストですかね。環境のコストみたいなものがなるべくないということ。で、もちろん、アークに関連する新しい、こう、ね、機能みたいなところを盛り込むということはもちろんなんですけど、まあ、そうじゃないところにもかなりこう優先度を置いてやりましたよっていうふうにやってますね。インプルーブメンツ。これ、著作権的には大丈夫なんでしょうか トトイスーーリででですねねね、まあ、多分大丈夫でしょう、ね、きっと、ねうん、で改善点みたいなものがずらっとたくさん並んでますね。結構いろいろありますよね。で上から順番に見ていきましょうかで。アークボックスの3つのフレーバーがありますけども、まあ、それ全てあのコスト削減しましたよという話がありますね。で次はクライアントにこう自動的にログオンするということが実現されてますと。前はあの一度 自動化の仕組み流した後に展開それし終わったら VM に入ったら次の自動化処理が始まりますっていう流れだったんですけどそれが勝手に始まるぞっていうことになってるみたいですねでセキュリティ面も向上してますとで特にそのサービスプリンシパルネームを作ってそれを使う構造だったんですけどそれをやめてそしてマネージド ID を使ってデプロイメントするんですよというふうになってるみたいですねこれすごくいいですねはいでチョコレートリーから Winget にこうパッケージの管理の 仕組みを変えたみたいですね。で、w i n g ー t では皆さんご存知の通りかなわかんないですけど、まあ、Microsoft が提供するコマンドラインのパッケージ管理マネージャーですね。でそれが ArcBox で使われておりますと。それによってソフトをインストールしたりとか管理したりとかしてますよっていうことですね。で次に PowerShell の7がデフォルトのスクリプト言語になっておりますと。で、これによって、いろいろとこう効率が上がったり、パフォーマンスが上がったり、診察が上がったり、 そういうふうになってますよと。以前はね、Windows PowerShell 使ってたんだけど、まあ、PowerShell 7に変わりましたよってことですね。で、PowerShell 7を使うことによって、パフォーマンスの向上もしてますよと。For each object p a みたいなふうにすると、こう、平行でいろんな処理が動くみたいなことができますが、そういうことも使ってますよってことですね。そして、PowerShell Desired State Configuration を使うことによって、こう、コンフィギュレーションを宣言的に行うことによって、 よりこう信頼性のある自動化みたいなことを実現してますよと。そして p e s t a というですね、まあ、テストツールですか。うんまあ、パワーシェルのテストを行うようなものですけどね。それを使うことによってインフラのこうテスト、バリデーションみたいなところをこう実行してますよ、実現してますよと。ね、パワーシェル DSC 使って p e s t a でテストしてみたいなことをやるとかなり成功率は高くなってるはずですよね。そしてログオンスクリプト。 まあパワーシェルモジュールを使ってロゴンスクリプトでみたいなところをこうモジュール化されてますよっていうことですね。で、ここでモジュール化されたので、コントリビューションするっていうことも簡単だし、トラブルシューティングするっていうことも簡単にできますよと。そしてマイクロソフトは BICEP、これ Azure に展開するときのこうテンプレートをかける言語ですけどね。それがいろいろと機能向上しているので、ArcBox でもサンプルの BICEP のパラメータファイル、それを使ってますよと。 以前は JSON のパラメータファイルでしたが、そうじゃなくて BICP のパラメータファイルになってまして、だから読みやすくなってますよということですね。で、BICP のパラメータを使って a z u r e のリソースをこう簡単に管理して作っていってということができますと。そして ArgBox の中では VHD ファイルをですね、ダウンロードしてそれで VM を起き出してとていうことがあるんですけど、そのあたりの Windows とか Ubuntu の VHD も、えー、アップデートしましたよと。 Azure アプデートマネージャーも取り入れてますよと。IT プロフェッショナルのために、Azure m o n モニターのワークブック、それがこう拡張されて、よりよく、ね、可視化して、監視できるぞみたいな感じになってますよと。そして、パワーシャルリモーティングが SSH の上で動くような感じになってますよということですね。でこれ、Windows も Linux も。次に、SSH の ArcEnabled サーバーですね。パブリック IP だったりとか、ポートを開けるみたいなことなしで。 アークエネーブルドサーバーに対しての SSH 接続みたいなことですね。それが実現されてますよと。それも使ってますよと。そして SSH サーバーの構成。このあたりが Azure Policy を使って、まあいい感じになってますよと。Ubuntu Red Hat、Azure Linux とかその辺も対象にできますそして次はオンデマンドの SQL のマイグレーションのアセスメント。そういうものもこのシナリオの中に入ってきてるということがあるみたいですね。 既存の、SQL、デーーータベースをにマイグレーションしますよということもで、きると ArcBox の裏側の中側の実装の中で過去使っていたクラスター API でクラスター API プロバイダーの Azure そういうものから K3S の方に移行してますよということがあるみたいですね。で K3S はより軽量な Kubernetes の実装ですね。で、それによって d e v o p s チームはより軽量なものを効率的に 簡単にに管理すするることととができますよといううになっているとそして ArcBox は STO を含むようになりましたとサービスメッシュですねこれによってブルーグリーンデプロイメントとかロードバランシングとかそういうことが管理できますしいい感じになってますよと、まあ、以前はオープンサービスメッシュを使ってましたがそこから STO に変わりましたよっていうのがあるみたいですねはい次に ArcBoxFlavors ーーのお話で以前はあったフルフレーバーってやつはなくなったみたいですね ちょっと大きすぎたのかもしれませんね。いろいろとこう一貫性があって管理しやすくするためにそれぞれのユーザープロファイルごとのエクスペリエンス、経験、ボックスっていうものをこうそれぞれ定義してフルっていうのはやめましたよと。その結果3つですね。IT プロ、DevOps、データオプス。この3つのフレーバーになってますよと。それぞれのフレーバーのアーキテクチャの図があります。これ IT プロ向けのやつですね。 まあ相変わらずいろんなものがこうあるわけですね。Azure 上に VM があって、これがちょっとでっかい VM で、ネスセット、バーチャライゼーションが有効化されていて、でそこに Windows サーバーとか、n サーバーがまあ3台ありますね。で、Ubuntu が2台ありますね。そしてそれらが a r c Enabled サーバーで、こう、Azure とつながって管理されて、その上で Azure の管理サービス群によって管理されるというふうになっていると。で、ワークブックでまとめて監視して、みたいな感じになりますよと。 いうことですねでこれらが ARM テンプレートあるいはバイセプによって全部バーンとね一気に出来上がりますよっていうことですね。こちら DevOps のアーキテクチャ。DevOps なので、まあ、開発者、それ,それを開発したものを運用するっていうところに習眼が置かれているので、この n e s t e d h y p e r w は使わないですね、こっちはね。Azure のネットワークの上に Azure の仮想マシンが3台できて、で管理者用の、ね、DevOps のツール群がここにあり、K3S のクラスターがこう2つあって、AzureArc。Azure Arc アークエネイブルドクラスターですね。アークエネイブルドはクーバ e t e s クラスターとしてこう管理されるような感じになっていると。GitOps コンフィギュレーションズとか含めて Azure からの管理、まあ、Git の管理、クーバ e テ e s の管理も含めたものが実装されているっていう感じですね。これ全体が b y s e で展開されるというのは同じですね。でこれが DataOps ですね。これはプライマリーの Azure のサイトと、まあ、プライマリーサイトと DR サイトが構成されてますね。 そしてディザスタリカバリーのシミュレーションをするみたいなこともできるような環境になってますと。あとは ARC Enabled SQL Managed Instance みたいなものがこう展開されて、ね、ARC Data Controller があって、ARC Enabled SQL Managed Instance があって、データベースサービスが動いてますよと。それは中から管理されてますよ。でそれが DR できますよみたいな。まあ、そんな感じになってますね。はいまあ、こんな感じで3つのものにこう分かれてますので、全部入りっていうのはなくなってますね。はい それぞれぞ自分に合ったものをこう展開してその中で管理シナリオとかですね開発シナリオデータ管理シナリオみたいなものを体験していけるという感じになっております。でどれもコストが高いというのが今まで大きな問題としてあったわけですね。Azure の課金が結構回っちゃうぞとで,今までよよりりは安くななまましたよっていう,ふうになってますねで3つフレーバーがありますのでそれぞれの以前のデイリーの金額で新しいデイリーの金額だこれが1日の金額ですね。 一日41ドルだったところが35ドルになりましたと。43ドルだったのが38ドルになりましたと。一日181ドルだったのが151ドルになりましたよと。安くなりましたよってことですけど、まあ、安くなっても高いというのは間違いなくありますけどね。例えば IT プロだと35ドルですから、一日5000円ぐらいですか。一、はいまあ、日5000円ぐらいで、まあ、こういう環境がね、試せますよと。 5000円ぐらいならまあねなんとかなるっていう組織も多いかもデータアップスが一番高いですね151円あ 151US ドル、まあ、1日2万2000円ぐらいまあちょっと高いですけどねやっぱね安くなるととやえば、うん、高いんですけどまあまあ結構リッチな環境ですからねしょうがないといえばしょうがないんでしょう、まあ、もっと安くなると嬉しいなと思いつつもまあ前のやつよりもね安くなっておりますのでそこは評価しましょうということですね はい、じゃあそういうことでねこんな感じで良くなっておりますのでやってみましょうということがここに書かれております。ちょっとね私はあのこの動画もちょっと見ておきますね。